ダンテくん、新しいストッキング知らない？今日の打ち合わせに必要なんだけど。クラーラ姉さんのストッキングならタンスの上から2段目の箱の中、何度も言ってるだろう。ダンテくん、お姉ちゃんパンケーキが食べたいな。ほら、リコッタチーズ入ってるやつ。昨日明日の朝ごはんはクレープがいいって言ったのラウラ姉さんだろ。今さら言うな。ダンテ、ごめんなさい。コーヒーを入れるつもりがマグカップを割ってしまったのだけれど、掃除機ってどこにしまってあったかしら。いつもの場所にないのだけれど。いい、ビオラ姉さんは片付けなくていいから、何もしないで座っててくれ。というかコーヒーも俺が入れるって言っただろ。朝からこれ以上仕事を増やさないでくれ。ダンテくん、リップも見当たらないんだけど、私どこにしまったっけ。ピンクの口紅なら床に置きっぱなしになってたから、洗面所のメイクボックスに入れといた。ダンテくん、朝ごはんはクレープで我慢するけど、カフェオレ入れてほしいな。今やるからちょっと待っててくれ。ビオラ姉さんみたいに自分でやろうとするなよ。ダンテ、マグカップを片付けていたら指を切ってしまったのですが。ちょっと、だから片付けるなって言っただろう。手当てするからマジでそこから動くな。ダンテくん、ダンテくん、ダンテ。ああ、もう話は聞くから、せめていっぺんに話しかけるのはやめてくれ。それじゃ行ってきます。バッチリ仕事の話決めてきちゃうからね。うちは遊びに行ってくるから、お土産楽しみに待っててね。私もそろそろ出かけてきます。ダンテ、お留守番よろしくお願いしますね。はいはい、行ってらっしゃい。姉さんたち気をつけてな。やっと全員出て行ったか。これでやっと部屋の掃除ができる。たく、毎日毎日よくこれだけ散らかせるよな。姉さんたちのこれは一種の才能だよ、本当。あれで全員仕事はできるからいいんだけどさ、せめて一人くらい家事できるようになってくれないかな。なんて、できもしないことを無理言っても仕方ないよな。さっさと片付けて、俺も買い物に行くか。今日の夕飯は何にするか。これってアルバム？またなんでこんなもん引っ張り出してきたんだ。しかも割と最近のやつだな。1年くらい前、この町に来る前の最後のアルバムか。懐かしいな。あの頃はまだシチリアにいたんだっけ。ごめんね、遅くなっちゃって。いいよ、俺も今来たところだし、別にそんなに遅れたわけでもないだろ。家を出ようとしたらパパに捕まっちゃって、ちゃんと銃は持ってるのかって。最近やたら口うるさいのよ。本当は出かけてほしくないみたい。親父からチラッと聞いただけだけど、近々派手に抗争が起きるかもしれないらしい。おじさんもそれでエレナのことを心配してるんじゃないのか。はあ、気持ちはわかるけどね。やだやだ、マフィアの娘なんて面倒なことばっかり。それを言ったら俺なんて面倒の塊だよな。何せうちの親父がマフィアのドンなんだから。でもダンテはおじさんの後を継ぐんでしょ。ビオネームうちのパパもそう言ってるし。まあそうなるんだろうな。俺は正直家業なんて継ぎたくないんだけどさ。ダンテは戦ったり悪魔を払ったりするよりもお菓子を作る方が好きだもんね。ねえねえ、やっぱり将来はパティシエにでもなったら、ドンになんてならないでさ。パティシエより俺はなんていうか、こう静かな喫茶店とかのマスターがいいな。
ダンテったら枯れてるな。でもそれなら私は喫茶店の看板娘だね。俺が喫茶店のマスターでもお前はついてくるの？当たり前じゃん。私はダンテの婚約者だもん。そこだけは絶対に譲れないからね。今時親同士の決めた婚約なんてどうかと思うけどな。でも私はダンテが相手だから嬉しいよ。ダンテは私じゃ嫌なの？嫌じゃないよ。本当にお前と一緒にどこか観光地とかで静かな喫茶店でもやれればいいのにな。そういうってことはやっぱり後を継ぐ気はあるんだ。俺以外に後を継げるやつがいないんだから仕方ない。うちは特殊な家系だしな。シチリアに代々伝わる悪魔払いの一族か。ダンテが一番力が強いんだっけ？というか一族のロザリオに認められるのが直系の男子ってだけなんだけどな。うちの兄弟は腹違い含めて姉ばっかりだし、男が俺しかいない以上俺が継ぐしかないだろ。みんなの期待を裏切るわけにもいかないからな。一族のみんなを路頭に迷わせられないし。ダンテってば真面目だよね。でもそこがダンテのいいところなんだけど。そんなダンテが私大好きだよ。知ってる。顔赤いよ。うるさい。ほらさっさと買い物行くぞ。ブラウニー作ってほしいんだろ。うん。チョコレートもレーズンもナッツも買ったし、あとは家に帰って作るだけだな。うん、楽しみ。ダンテのブラウニー久しぶりだな。あ、ついでだからそこの花屋さん見てっていい？そろそろ家のお花新しくしたくって。構わないよ。ただいま姉さんたち。お邪魔します。ダンテ、お帰りなさい。あら、今日はエレナも一緒だったのですね。にっしし、デートは楽しかった？ああ、最後の花屋でケチがついたけどな。何かあったの？アバティーノの奴らが花屋に化けて襲ってきた。ま、軽く片付けたけど。いや、パパの言う通りちゃんと銃持って出て正解だったよ。なんてこと。怪我はありませんか？やはり私もついていけばよかったです。あれくらい大したことないよ。それより姉さんにデートについて来られる方が嫌だ。いいえ、いけません。あなたはこのビッツィーニの大切な跡取りなのですから。そのあなたを守る盾であるのが私の役目。しばらくは絶対に一人では出歩かせません。リオネーの過保護が始まったね。ま、あながち過保護とも言えないけどね。そっか、いよいよ手を出してきたか。後で親父にも報告しとくよ。また面倒な構想の始まりか。まあ、きっとすぐに片付くよ。そうしたら今度は遊園地にでも行こう。あ、それなら私も一緒に行きたい。うちもうちも。こら、婚約者同士が仲を深める相引きを邪魔する姉がありますか。リオネ、さっきと言ってること違う。うんうん、私はいいのです。ダンテの盾なのですから。いや、よくないからな。私はみんな一緒でもいいよ。だってそれはそれで面白そうだもん。ねえダンテ、何があったってこうやってずっとみんなで一緒にいられればいいね。あの頃は平和だったな。いや、平和というにはちょっと血生臭かったか。でもアバティーノとの交渉なんて今思えば子供の遊びみたいなものだったよな。あの後あんなことが起きるだなんて思ってなかったよな。そう、おじさんが俺たちを裏切るなんて。親父、母さん。
遅かったな、ダンテ。これで俺がドンだ。おじさん、なんで父さんと母さんを殺した？あんなに優しかったあんたが。このロザリオが欲しかったからだ。一族の長であるこの証、これを手に入れたからにはもうここに用はない。さらばだ、ダンテ。待て、エレナまで連れて行くな。待て。ただいま、ダンテ。いい子にしていましたか？ダンテ君、ただいま。お土産にチーズケーキ買ってきたよ。はあ、疲れた。ったく、あの親父、人の足を見すぎだし。おかえり。ビオラ姉さんの新しいマグカップを買っておいたから。ラウラ姉さん、お土産ありがとな。夕飯はラザニアだから、その後に食べよう。クラーラ姉さん、お疲れ様。お風呂は空いてるから先に入るか。そうしよっかな。で、あれ、どうしたの、そのアルバム。ああ、片付けてたら出てきたからさ、ちょっと懐かしくて見てたんだ。割と最近のものだよね。私たちがこの町に来る前の1年くらい前だっけ。うわ、懐かしい。エレナ可愛いな。あの子、今頃どうしてるのでしょうね。俺もそれを考えてたところだよ。連れてったのがおじさんだから、生きてはいると思いたいんだけどさ。おじさん、なんでパパのことを裏切ったんだろうね。さあな。でもこれだけはわかる。あの時あいつは悪魔に魂を売っていた。そうですね。あの男は忌むべき悪魔に魂を売って、私たちから父母と大切なロザリオを奪ったのです。そのせいでファミリーはめちゃくちゃになるし、マジ大変だったよね。ロザリオを見つけなければファミリーは存続できません。ああ、ファミリーのみんなを路頭に迷わせるわけにはいかないからな。何としてもあの男を見つけてロザリオを取り返さないと。そのことなんだけど、今日ちょっといい情報が入ったんだ。いい情報？あのクソ野郎の部下の目撃情報。スラム街で好き勝手やってるみたい。マジで？さすがクラーラ、やるじゃん。しかもそいつ、悪魔に魂売ってるって。これもう完全に私らの出番だよね。クラーラ、よくやりましたね。褒めて褒めて、もっと褒めて。そのために今日一日気に食わないおっさんとお茶してあげてたんだから。ありがとうな、クラーラ姉さん。姉さんのおかげであの男に近づける。それにエレナを取り戻すことも。ダンテ、ダンテ君とエレナ、すっごく仲良かったもんね。ちょっと焼けちゃうくらい。まあ、婚約者だからな。素直に言いなよ、好きなんでしょ。姉さんたちの前でなんでそんなこと言わなきゃいけないんだよ。赤くなっちゃって。相変わらずダンテってばウブなんだから。ラウラ、あまりダンテをからかうんじゃありません。それにエレナは私たちにとっても大切な幼馴染でしょ。将来の義妹だったわけだしね。私もあの子のことを心配。せめて無事な姿だけでも見たいよね。ああ、そのためにもその仕事を絶対に落札しないとな。クラーラ姉さん、根回し頼めるか。もちろん。っていうか、とっくに根回し完了みたいな。クラーラってば最高。あなたはこういうこととなると本当に有能ですね。そりゃ可愛いダンテ君のためだもん。お姉ちゃん頑張っちゃいますよ。助かる。入札開始は今日の12時スタートだから、夕飯食べたらダンテ君はさっさとお風呂入って入札に備えて。了解。それじゃあ
夕飯はもうすぐできるから、全員戦いに備えて準備を。了解、ドン。落札完了。取ったぞ。これもクラーラ姉さんのおかげだな。まあね、ま、もともとそこまで美味しい仕事でもなかったわけだし、ちょっと根回ししただけでうちに転がり込んでくる案件ではあったけどね。それでも取りこぼす可能性はある。今回だけは絶対に取りたかったからな。そうだね、頑張った甲斐があったよ。だから何かご褒美が欲しいな。仕事が終わったらな。当然。でも久しぶりにダンテ君のブラウニーが食べたい気分だなって。いいよ、それくらいいくらでも焼くさ。エリナもさ、ダンテ君のブラウニー好きだったよね。また食べてもらえるように頑張ろうよ。そのためなら悪魔なんていくらでも殺してあげる。ありがとう、クラーラ姉さん。たまには私を見直した？クラーラ姉さんはいつだってすごいよ。姉さんのおかげでいい仕事ができてるんだから。まあ、ただそろそろせめてパジャマを着てくれないか。目のやり場に困る。だってパジャマどっか行ったんだもん。ベッドの下に突っ込まれてたのなら俺がちゃんと洗ってタンスに入れておいたから。この格好の方が楽なんだけどな。楽なんだけどなじゃありません。クラーラ、あなたいつまでハレンチな格好をしているんですか？げ、ビオネー、あなたのしつけを間違えましたかね。これからはもっと厳しく。パジャマ着てきます。まったく、あの子ったら。まあまあ、いつものことじゃん。ダンテの教育に悪いでしょ。それより落札はできたの？できたよ、あとは狩るだけだ。浜の剣の出番というわけですね。蜂の巣にしてあげちゃおうね。あ、そうだダンテ君、銃弾の補充はいつもの店でいいよね。ああ、問題ない。狩りは明後日の晩スラム街の倉庫で行う。フォーメーションはいつも通り。作戦は明日伝える。ラウラ、倉庫の見取り図を今晩中に。オッケー。リオラ、清水の準備を。了承しました。クラーラ、引き続き対象の悪魔への情報収集を頼む。はーい。ベッツィーニファミリーの名をもって悪魔に滅びよ。ち、こんなところまで追いかけてくるとは。しつこい坊ちゃんたちだぜ。もうお前の眷属も全て倒した。あとはないぞ。おとなしくお前のボスアマデオ・ビッツィーニの居場所を吐いてもらおうか。でないと必要以上に痛い思いをしちゃうよ。アマデオの居場所だ？俺はそんなもん知らねえよ。とぼけるな。お前があいつの部下だったことは知っている。今でもあいつの命令で働いてるんだろう。知らねえもんは知らねえ。確かにドンからの命令はあったが、いつもメールが来るだけだ。俺みたいな下っ端は居場所なんて知らねえよ。本当か？嘘をつくと。嘘じゃねえ、嘘じゃねえってば。ラウラ、彼は本当のことを言っていますか？残念だけど嘘はついてないね。本当に何も知らないみたい。ほら、喋ったろ。だから見逃してくれよ。もう悪さはしねえ。まだだ。お前はエレナの居場所を知らないか？エレナ、聞いたこともねえ。はあ、ハズレだったというわけですね。だったらせめてお前の知ってることを全て話せ。少しでも隠し事をしてみろ。
次は左手の指が全部なくなるぞ。つっても俺は月に一度メールをもらって上納金を納めるだけで、その上納金だってネット振り込みだ。本当に何にも知らねえんだよ。予想以上に使えないやつだったな。ならもういい。見逃して。悪魔を見逃すわけがないだろう、バカに。ええ、私たちの本業は悪魔払い。悪魔払いのビッツィーニファミリーですから、私たちに見つかったのが運の月ってことで、ここでおとなしく滅ぼされてね。大丈夫大丈夫、痛いのはいっぱいだからね。まあそういうわけだ。ここまでの悪事を悔いてでも置くんだな。リッツィーニファミリーの名をもって悪魔の滅びよ。結局手がかりはこいつの残されたスマホくらいか。もうちょっと何か知ってると思ったんだけどな。まあいいじゃん、次を見つければさ。ラウラ、少し落ち着きなさい。返り血が顔についていますよ。ビオラ姉ありがとう。ダメだね、戦場ってどうしても気が高ぶっちゃう。クララ、そいつのスマホ解析できそうか。やるだけはやってみるよ。メールのやり取りしてたってわけだし、サーバーとかからあのクソ野郎につながる居場所が少しでもわかるかもしれないしね。頼む。当たり前じゃん。だってあのクソ野郎は私たちの共通の仇なんだから。そうです、私たちの父である先代のドン、そしてダンテや私たちの母を殺し、うちらの家宝であるロザリオまで持ってった。許せないよね。ああ、だが細い細い糸かもしれないが、今日俺たちはあいつにつながる糸を見つけた。うん、この糸をたどって必ずあいつを見つけよう。そんでもってギタギタにしてやらなきゃ。そうしなきゃうちらの平穏な生活は戻ってこないんだもんね。ええ、ダンテに後を継いでもらい、ビッツィーニファミリーを再興するためにも必ずやあの憎きアマデオビッツィーニを八つ咲きにせねばなりません。それにエリナも取り返さないとね。ああ、俺たちの大切なものを全て取り返すために、これからも俺たちはアマデオを追う。そのためには何だってするし、この手を血で汚しもするさ。だからこれからもよろしくな、姉さんたち。当然です、ダンテ。私はあなたの姉であり盾であるのですから。うんうん、可愛いダンテ君のためならお姉ちゃん頑張っちゃうから。だから終わったらいっぱいお菓子作ってパーティーしようね。ありがとうみんな。それじゃあ後片付けして報告するか。 D 級悪魔だったから大した儲けにはならないけど、落札するためにちょっと無理もしたしね。でも夕飯合成にするくらいはできるでしょ。まあな、明日の夕飯はちょっといい肉でも買うか。やったー、お肉お肉。それでは帰りましょうか、私たちの家へ。ダンテくん、白のスカート知らない？今日着ていく予定なんだけど。白のスカートならクリーニングに出してる、別の服を着てくれ。困るよ、今日のコーデにはあれが鉄板なのに。黒いスカートならクローゼットにかけてあるから、そっちじゃダメなのか。まあ仕方ないか、そっちでコーデ考え直してみる。ったく、着たい服があるならあれほど早くから行ってくれって言ってるのに。ダンティ君、
お姉ちゃん、朝ごはんはフレンチトーストが食べたいな。うわ、ラウラ姉さん、抱きついてくるな、重い。重いって言いつつ、ダンテ君ってば、なんで顔赤くしてるのかな。かわいい。かわいいじゃない。でさ、フレンチトーストが食べたいんだけど、ダメかにゃ。姉さん、昨日の晩はリコッタチーズのパンケーキが食べたいって言ってただろう。朝飯の変更は当日受付はしてない。今朝はおとなしくパンケーキを食え。乙女心は気まぐれなんだぞ。そんなんじゃモテないぞ。別にモテたいと思ってないからいい。食べないなら片付けるぞ。食べる食べる。ダンテ君のパンケーキ最高。ダンテ、ごめんなさい。あ、今度は何をやったんだ。洗濯をしようとしたら、洗濯機から泡が止まらなくなってしまって。はぁ、あ、俺言ったよな、今日の洗濯はややこしいのが多いから絶対手を出さないでくれって。でも、ダンテが忙しそうだから。ビオラ姉さんが動けば動くほど俺の仕事が増えるんだよ。ああ、もういいから、ビオラ姉さんもおとなしく朝ごはん食べててくれ。いいか、コーヒーももう入れてあるから、絶対に自分で何かしようとするなよ。はい。はあ、今日の朝も戦場のようだった。まあいいんだけどさ、昨日は悪魔退治をしてたなんて、嘘みたいだよな、本当。エレナ、俺はさ、本当はお前さえ帰ってきてくれればマフィアの後なんて継がなくていいって今でもそう考えてるんだよ。そんなわけにはいかないんだけどな。こうやって家事やって飯作ってのんびりはしてないけど、平和に過ごせればそれだけでいいんだけどな。まあそんなわけにはいかないし、今日も頑張って仕事探してくるか。そうしたらいつかまたお前に会えるかもしれないしな。待っててくれよ、エレナ。